あ、来月ですか。来月行くんかな。来月です。はい、おはようございます。今、先週留守にしまして、私は講師、林雅子さんは、受講生で、夢の里へ行ってきました。でまた今度後半が、再来週からまた4日間あります。でその間、来週の月火水と、ルミエルの方が、多施設実習で来られまして、林さんは逆にルミエルに行くのね、はい、という長丁場の研修をやってます。認知症介護の実践リーダー研修ということで、で施設に帰ってちゃんと報告してちょうだいねと私講師の立場で言ってまして、でかつ演習とかでね、いろいろ作った成果物、成果物こうですね、こうですね、これ成果物を持って帰って、報告に使ってくださいというふうに言ってますので、自分の施設でちゃんとやらないといけないということで、林さんのお尻を叩いて、実際に叩くとセクハラになりますので、空想上で叩いて、やっていただきます。はい、お願いします。はい、認知症のリーダー研修の方に行かせていただきました。前半の、振り返りをしたいと思います。認知症ケアの7原則といたしましては、環境を変えない、生活習慣を変えない、人間関係を変えない、介護をより基本的に個性的生活を空間を作る、一人一人の役割を作る、一人一人の関係づくり、この7原則で、考えてみました。愛着の環境を変えないでは、愛着のある生活用品は一緒に持ってきてもらったり、施設では担当者を含め何か不安なことやそういうことがあったら、その担当者に名前を告げて呼べばいいようにするという形です。で、エピソードといたしましては、我がライフタウンマビは全室個室なので、個室に仏壇とかカラオケとか電子ピアノを持ってこられた方もいらっしゃいます。仏壇では本当にろうそくの火を灯すことはちょっと危ないので、電気の方のろうそくを灯してちゃんとお祈りをされていました。カラオケ、電子ピアノの方では、電子ピアノで先生がボランティアで来られており、週1回電子ピアノを習われていました。次に、生活習慣は変えないでは、老化に伴う身体機能の低下を理由に、これまで経験したことのない特別なやり方を押し付けるのではなく、特別な工夫をしようという考え方です。和式の生活から無理やりベッドを使った生活に変えたり、五右衛門風呂から機械浴に変えたりと、そういうことがないように工夫していました。で、以前夕食後の入浴というのがありまして、個別に対応できるようにしておりました。で、家庭浴での入浴はやっぱり夕食後家庭浴でちゃんと入られてたんですが、今のところちょっとそういう方はいらっしゃいません。人間関係を変えないでは、馴染みの人間関係は目に見えない財産であると、豊かになるよう支援することが大切であるということです。で、 MY さんと RY さんはいとこ同士であって、一人は通所の方で、もう一人は入所の方だったんですけど、通所の方で一緒に会ってお話をゆっくりされることがたびたびこちらの方でセッティングをしてたびたびありました。それと、ここで工夫されているのは、通所の利用者様が入所になっても、馴染みの職員が介助支援をすることができるというシステムになっています。県人の方が何名かいらっしゃいますし、専任の方もいらっしゃいますが、県人の方の方が多いので、皆様どう言えばいいんですかね、全然知らない職員ばっかりだわって思うことなく馴染んでいただいていると思います。で、介護をより基本的にということで、食事、入浴、排泄など三大介護が
作業から脱却して人が人を介護する場面として個別的に込められるということなんですが、うちでは水分補給をより多くとっていただけるように種類も とても豊富にあります。35種類くらいはあると思いますが、好きなものをとっていただけるようにいつでも自由にしていただけるようにしています。次に5番目ですが、個性的生活空間を作るでは、私物は老人にとって大切な介護用品であるということです。大切なものや人に囲まれた生活感がある場として、空間としてやっていけるということです。ここでは家族の写真とか昔のアルバムなどいろんなぬいぐるみとか持ってこられていますが、前利用者様がアルバムの中で他の利用者様と一緒に近所の利用者様と旅行の方、温泉旅行の方に行かれた写真を持ってこられてたんです。その話で盛り上がりまして、本人の許可を得て掲示したところ、あ、僕も この自分がここに写っているという話で輪が広まりました。で、6番目、一人一人の役割を作るというのは、かつてやってきたことがそれに近いこと、現在の身体的精神的能力でできること、その役割を果たすことで周りから認められるということです。カラオケなど本人のステージを作って、ここのステージの中で主役になって楽しめられている利用者様もいらっしゃいますし、職員との将棋でと勝ち負けがありますが、自分が勝った時の嬉しそうな顔がとても印象的でした。で、ここでは年に1回文化祭での作品を展示しています。ここで皆さんがアクトとして手芸を学ばれている作品を皆さんに見てもらうというのが、とても嬉しそうな顔して説明されてました。あと、入所の方ではテーブル拭きとかエプロン畳などをしていただいて、認知の面でとても良くなって、通所の家に帰って自分一人で通所の方を利用されている方もいらっしゃいました。では最後に、一人一人の関係づくりで頼りになるスタッフ、専門性を前に出すのではなく仲間だと感じてもらえるように関わり、そしていざという時は頼りになるということです。朝早くからね、目が覚めてもうデイケアに来るのが待ち遠しくて、家族の方もああって思われているような方もいらっしゃいますし、もう朝来られてリハビリの先生の顔を見るなり、もうニコッとされて、もう先生のリハビリを待ち遠しくて、昼食後すぐにリハビリの方に行かれ、ずっと待たれています。こういう方がたくさんいらっしゃるようになればいいなと思っています。以上です。で、この下の研修の方で、研修企画としてグループ6グループあるんですが、その中の1グループ、私のグループは6人体制で研修を考えてみました。で、1月は安全対策、2月は倫理道徳研修とか、3月中堅職員の研修、4月基礎研修、5月感染対策、6月実技研修、7月食事と栄養、8月は避難訓練、9月は緊急時の対応、10月虐待防止、11月感染対策、12月認知症についてなど、いろいろこんな研修をしたいと思って作りました。このグループホームタミオというのは、みんなで決めた頭文字を取った名前です。以上です。ありがとうございました。私の話は主に入所でやりますけども、
認知症介護の研修体系が、決まってまして、それに対してですね、オレンジプランで数値目標が出てます。中身の目標は出てないんですけども、中身の目標としてはこういうことが書かれてます。今日ちょっと長くなるけど、介護従事者への研修の実施ということで、具体的には居宅サービスの介護事業者に勤務する従事者やケアマネージャーも含めて認知症に対応できる人材を育成するため、つまり施設中心なんですね。施設とグループホーム中心なんで、居宅の方も参加できるようにしたいということが一つと、こういう実践者研修、実践リーダー研修、指導者研修の研修体系、研修内容を見直さないといけない。現場で実務を行いながらも受講しやすい研修にしようということなんですけども、どうしても現場から小規模になるほど現場から研修に長期間抜けるというのは非常に負担が多いということはあります。実施しやすいようにしたいということ。数値目標についてはですね、岡山県では、今リーダー研修修了者が568人と、でこれを700人から800人ぐらいに増やすのが、大体、国の定めた基準ですね。各施設に最低1名、グループホームに最低1名、各中学校区の居宅サービスは中学校区で1名ということで、岡山県では1600ぐらい中学校区が、1600じゃない、160だ、あるそうなんですけども、大体700から800、でこれは順調に数字としては達成できるということなんですけども、じゃあ果たして現場に定着しているかどうかとかね、から研修カリキュラムが、実際充実しているものかどうかというのは、これから ますます検証していかないといけない。指導者研修についてもですね、私ども31人岡山県でいますと言われてるんですけども、実際動いてるのは、20人前後ですね。これは実際動いてる方、指導者研修を修了してリーダー研修とか実践者研修の、講師として活躍できる方をもっと30人ぐらいは増やさない、30人ぐらいには増やさないといけないというのが課題だと思ってます。でこの指導者というのはですね、決して大学の先生とかいうことではなくって、現場を持ちながらですね、私も現場からだいぶ足を引いてますけども、現場を持ちながら、かつ、後進の指導に当たっていく指導者という意味ですね。ということで、林さんはですね、この720人、県内720人程度の中の一人になるということになります。で加算の件もあるので、各施設で多分、あと何人終了すれば加算が取れるという計算も事務長さんされていると思います。岡山県は割と、充実、数字的には充実しているということです。以上です。